皆さんおはようございます。高井家の Vlog へようこそ。皆さん、秋です。秋といえば、じいちゃん、じいちゃんといえば、秋の季節がやってまいりました。ですが、皆さん、急いでください。もう急がないと、もう日本の秋はあっという間に過ぎ去ってしまって、じいちゃん一枚羽織って外に出る季節は終わってしまいます。ということで、今回は僕の持っているじいちゃんをもう駆け足で紹介していきたいと思います。それでは、はい、ということで早速紹介していきたいと思うんですが、もう皆さんお察しの通り、僕の持っているじいちゃんはすべて、はい、Gスターローでございます。ここにかかっている今日は4着ですね。もう僕のお気に入りの4着を用意しましたので、1着ずつ羽織ってみてサイズ感とかも紹介しながらいきたいと思います。はい、ということで1着目はこちらになります。もうザ・ジージャンといった王道のような色合いとシルエットなんですが、まあ少しこういったポケットのところにデザイン性があって、そういったところがちょっと可愛い感じのジージャンになってるんですが、これサイズ M ですね。でストレッチデニムになるので、すごい着心地もいいですね。じゃあちょっと立ってみて、立っちゃうと僕切れちゃうんですけど、まあジージャンが見えるんでいいでしょう。こんな感じです。このポケットですね、めちゃめちゃ可愛いんですよ。まああんま使わないですけどね。でここにもポケットの線があるんですけど、これは内ポケットですね。近くで見て色合いいかがでしょうか。もうザ・ジージャンっていう感じですね。まあこういった王道のカラーリングとシルエットのものは、まあ秋に限らずオールシーズン着れると思うので、ジージャンね1着はあるといいんじゃないでしょうか。それではもう急がないといけないんでね、2着目いっちゃいましょう。はい、2着目はこちらになります。白のジージャンですね。いやこれもかっこいいんですよ。ただちょっと最近ここの肩ですね、肩がちょっとあんま合ってなくて、着る頻度はちょっと少なめなんですけど、中にも重ね着ができないんでね、これだと。これはもうほんと割と薄手の生地なので、すごい軽くて着心地がいいですね。でもデザインはさっきのものよりもジージャンっていう感じで、ここにポケットが、ボタンのついたポケットがついていてっていう感じの形になるので、シルエット的には割とシンプルなものになっています。これですね、ちょっとペイント入ってるんですよ。でここのボタンがめちゃめちゃ可愛いんですけど、見えますかね、ミスターローって入ってるんですよ。こういったさりげないところのブランドアピールってところがいいですね。なんでこれはもうサイズ感的にも小さめで、重ね着もできないですし、色合い的にも白なんで、ちょっと寒くなりすぎると全然着れないアイテムになっているんで、割と春とかまだ少し暖かいような時に着るようなジージャンです。では次行きましょう。はい、3着目はこちらになります。いかがでしょうか。いやもうめちゃめちゃ色がかっこいいんですよ。で僕が持っているジージャンの中で多分これが一番古いんじゃないかなと思います。なので結構屈曲する部分とか擦れてる部分は色落ちをしていて、いい感じにエイジングがされていますね。いやもうデニムの醍醐味ですよね。こちらもサイズは M サイズになるんですけど、サイズ表記が変わる前の商品になるので、ちょっと肩ですね上がってるんですけど、これはもともと袖丈の長いアイテムになっているので、今でも全然着てもそんなに小ささを感じないアイテムですね。これはもうほんと武骨な感じでめちゃめちゃ気に入ってるんですよ。丈もちょっと短めなので、すごいベルトとかが映えるようなイメージですね。なのでどうでしょう、さっきよりも全然袖が長いのが分かりますかね。でこれのいいところはこの袖口ですね、ここが折り返されて留められているデザインになっている、すごいここが可愛いんですよ。でボタンもちょっとラバーのようなコーティングがされていて、マットな感じですね。でこちらは襟が立っているモデルになります。で背中に96っていう刺繍がされていて、すごい全然主張してるわけじゃないんですけど、こういったところも気に入っているポイントです。もうなのでこれがどん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 いろんなところが色落ちしていくのがすごい楽しみでしょうがない一着となってます。それではラストですね。もう見えてると思うんですけども、もう僕が一番お気に入りのアイテムとなっています。それでは4着目いきましょう。じゃーん、いかがでしょうか。
黄色のジージャンですね。黄色といってもちょっとマスタードのような感じの色なんですけど、デニムではないんですけども、もうこれはいろんな組み合わせをして着ているので、このジャケットが着たくてコーディネートを考える日は多いですね。でこちらはサイズ L になるんですけども、これも結構古いアイテムになるので、現行でいう M サイズになるかなと思います。なので1着目に着たこれですね、このジージャンとサイズ感が同じだと思います。この絶妙な黄色がいいですよね。生地としてはそんなに厚手じゃないんで軽いんですけど、サイズ感も多少ゆとりがあるので、中に色々着たりして合わせられるので、冬とかでも僕一番上にこれ羽織ったりして着ちゃいますね。サイズ感はこんな感じですね。このボタンもかっこいいんですよ。ちょっとなんか汚れ加工みたいな感じになっていて、このボタン止めのところもギザギザのステッチが入ってるんですよ。見えますかね。これがまたさりげなくて可愛いんですよ。でこの黄色がもう本当にデニムと合うので、これは見た時に即決でしたね。すごい可愛いと思って。なので僕のとびっきりお気に入りのジージャンはこちらのジャケットになります。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いやもう秋があっという間に過ぎてしまうんでね、もう駆け足で紹介させていただいたんですけども、やっぱりジージャンね、重ね着で着てもすごいやっぱかっこいいんで好きなんですけど、1枚でさらっと羽織るのもね、ジージャンの醍醐味かなと思うので、もう今のうちです。寒くなる前に皆さんジージャンを着てくださいという動画でした。ということで今回の動画が面白い、いいな、やっぱ G スターローの G ジャンしれっといいよね、などなどありましたら、ぜひコメントお待ちしております。そして高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。